あと僕が気になるのは、これどこまで上に登れるのかっていうところやね。サブノーティカビローゼロの時は、全然上には登れんかったから、これはどこまで行けんのかっていうのはちょっと気になるよね。やってみようか。どうしたらできる？例えば、これをひたすら上に重ねていくっていう方法？これを使って。で、できると思うんだけどな。やってみようかな。大量にイオンがいるな、これ。大量にいるな。イオンと空気か。まあ、やれるとこまでやっていこうか。ただ 30% この採掘がさ、早くなるっちってもなんか気持ちやね、ほんと。気持ち早くなったかなっていう感じや。そんなにね、大しては変わらないね。30だからね。ただ、どこでやるって話やな。今のところ、ここが、普通の平地になるのかな？じゃあ、ここら辺でやった方がいいか。ここにしようか。ここでどこまで上に行けるのかやろう。うまくいくかな？まあ、とりあえずここに作って、これを、そしたら、こっちにしようか。オッケー。で、これ。これを、こう作る。で、これ。あ、タイタニウムいる。あ、そうか。タイタニウムいるんか。タイタニウム持ってこなかった。これを、これ作れてんのかな？どう？あ、いけるわ。いけるいける。この方法でいけるわ。じゃあこの方法でどんどん作っていこうか。タイタニウムいるわ。ただこれデモ版だからどこまでいけるかっていうのはちょっとね、正式版になった時どうなるのかちょっとわかんないけど、いけるとこまで行ってみようか。どこまでいけんのやろ。よし。で、これで、これ OK。 よし、また上。めっちゃ無駄なことやってるような気がするけど。いいんだよね。こういう無駄なね、実験が楽しいんだよ。よし。で、また上。よし。ああ、しまった。これで、また、上。OK。よし。で、階段。オッケー。で、あ、足りない。今は何階かな、これ。あー、そこそこ上来たね。上来たわ。まだ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 って感じやね。一応あそこの岩までは行けんのかな。よし、また。今で、1、2、3、4、5段か。よし、また素材集めだ。こう。まだいけんのか、これ。すごいなぁ。降りよう。降りんのは簡単だな。おー、すごい。落下ダメージが今ないからね。まだまだだ。まだまだ。あ、ここも水溜りできてるんだ。水位がどこまで上昇するかやね。いやぁ、これ登んのが大変だなぁ。ほんと、登るの大変だ、これ。よいしょ。おい、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 おい。あ、ここで終わりか。あ、え？あれ？これなんだ？これいらんやつやろ？で、これ作ってるとこが間違ってる。早く行かれへんやん。オッケー。よし。ここで今のところは、まだあそこまではたどり着いてないかなっていう感じだね。でもだいぶ下になった。新拠点がだいぶ下になったね。
よし、降りようか。うーい。すげえ。まだまだだな。これはまだまだ上行きそうだな。まだまだ行きそうだ。僕の心が折れんのが先か、上まで、どこまで行けるか、検証できるのが先か。っていう感じやね。僕の心の方が折れそうだな。こっち側の岩が、だいたい、同じぐらいかな。どうだろう。あれとだいたい同じぐらいになったんじゃない？あっち側の岩と。今のところ。まだ行けそうだな、これ。ただそろそろ僕の心がね、折れかけてきた。イオンを見つけるのが大変。イオンを見つけるの大変だ。もしかしたらクラッシュするかもしれんね、これ。上に作ってるけど。どっかであかんくなるかもしれん。ついにこの上を越えてるわ、この岩の。うん。こっち側はまだ越えてない感じか。あれも越えてるね、きっと。だいぶ上に越え出してきたわ。でもまだ、全然上に行ける気配がする。まだまだ行ける。そろそろ止まってくれてもいいねんけどな。もうこんなに上に行けると思わんかった。どこまで行けんだ、これ。あの星まで行ってまうんちゃうか。どこまで行けんだろう。とりあえず、また素材集めだな。よいしょ。おー。よいしょ。いやー、すごいな。圧巻だ、これ。これ登んのね、得意になってきた。左の達人になるよ、僕。左の達人。これで、ここら辺の高さと一緒になったかな、ついに。うん。ただ、あっち側の高さまでは至ってないような気がするな、奥の。ってことは、まだ上に、あ、ここが一番高いんじゃない？高さ的に。ってことは、あそこまで行けるってことなんだ、きっと。もう、近くの岩はもう、大概もう見下ろし型やね。今、ちなみに下はこんな感じ。全然でかくないよね、あれ。やばいな、これ。で、ちなみに降りるとどんな感じかっていうと、こんな感じ。イエーイ！おー。いいね。落下ダメージがないからいいね。マインクラフトだったらな、もっと高く消えるのにね、ジャンプしながらこうやってね、イヤをやってっていうのできるんだけど。これできないからしゃあない。どうしよう、前の拠点、解体しようかな。解体したらね、イオンが大量に取れるんだよね。大量ってほどもないけど思うけど。いやー、存在感が際立ってきたな、これ。しかも何の存在感やな、これ。なんか、ドラゴンボールに出てくるさ、あれみたいじゃない？何だったっけ、あの塔。カリン様がいてると。カリン塔だ。そのままだ。カリン塔みたいになってきたな、これ。よいしょ。これで、どうだろう。まだ、これ、あそこの岩と一緒かな、大体。同じあたりぐらいやね。あっちはまだまだ、まだまだ低いね、あっちに比べたら。だいぶ高くまで来たんだけどな、これ。あそこに水ができてるわ。上から見たらわかるね、これ。どこに水ができてんのかって。そんなん知ってもな、今のところ。低いところは全部水になるっぽいな、俺。見てる感じ。よし、探しに行くか。どこ行こうかな、次。イオン探すのがね、難しいんだよね。あっちの奥とか行ってないんじゃないかな。ちょっと行ってみるか。おー、すごい。大暴輪の方が時間かかってきたね。こっち行ってないんじゃないかな。今まで。そういえば。あ、こっち来てないな、きっと。
そんな気がするけど。ん？あ、繋がってんのか、これ。ここに。そうか、そうか、繋がってんのか。わかった、どこにいてんのか。一回戻ったら早いわ、こりゃ。取れるだけ取って。取れるだけ取って。あともう一個ー。よし。オッケー。え、これどこだ？あ、こっからか。あ、これ早いな、これの方が。そんな気がしてきた。そんな気はしてきたんだが。あー、どこにイオンがあるかな。もうだいぶ取ったぞ。徐々に高くなっていってるけど。し、わー、そのうち見えんくなるぐらい高くなるのかな、上が。こんだけ高くしても、まだ PC 自体は全然軽いよ。まあ、このゲーム自体がもともと軽いからね。多分そうだと思うんだけど。目がおかしくなれへん？見てる人。もう僕は頭の中がおかしくなってるけどね。ただこれを作っとって怖いのが、クラッシュするところだよね。クラッシュするとめちゃくちゃ、なんか、僕の心は完全に折れちゃうよね。今んとこ全然クラッシュの挙動とかはないから、大丈夫なんだと思うけど、こんなことをやるのを想定して絶対作ってるわけじゃないやん。だからね、クラッシュが起きそうな気もするんだよね。そのうち。これで台越えたんじゃないこれ。ここの岩をついに。もう下界やね、これ、下。そんな気分になってしまう感じやね。拠点は一応見えるな。うん。まあ、何かができたらここに立ったら、あ、ここに立ってさ、アップデート待っとったらさ、アップデートされた時に、ここ立っとったら、多分見えるんじゃないかな。どこの建物ができたって。いや、まだ上行けるぞ、これ。どうする？もう僕は心が病んできてんけど。ちょっと考えもんだな、こりゃ。よし、今99。次で100だ。こう。で、上に。はい。よし、ここが今100やね。100の、上を覗いてみようか。ここから覗いてみよう。おー、すげえ。もうあっち側何も見えないな。もう今のところ見えるところの岩は下やね、全部。うん、ただあそこにね、白いのがあるんだけど、あれ多分岩ちゃうかなと思うんだけどね。あれよりかはまだ下だな。まあでも、100来たからいいか。下界がすごいな、これ。うわ、怖っ。だいぶ下になってった。あの、基地が。でも、基地があるところとか、建物はね、見えるんだよね、あれ。ほら、あそこにも作ったでしょ、ちっちゃいの。ポツンってあんのが。あれもあそこ作ったし、基地自体はね、ちゃんと見える。あそこも見えてる。すごいな。下降りて、ここをどうしようかな。なんか作りたいよね。作っていくか。素材は持ってきてるから、こうして、とりあえずこっち側に、こんな感じで、こんな感じで、いいじゃない。で、作られるのが限られるからね。とりあえず、ガラスにするか、ガラス。また取ってこないといけんな、これな。よし、そういう時は、
これはあれだな。どこだ。こんまんま基地に行ったんじゃない？よし行け。これはそのまま行けんじゃお。そのまま着いた。面白い。お、いい感じじゃない？いい感じ、いい感じ。いい感じ、いい感じ。いけんじゃお。ダイレクトイン。ダイレクトインしちゃった。よし。とりあえずここをガラスにしていこうか。床から。あ、この下どうなんだ？うわ、怖っ。めっちゃ怖いね、これ。中国にさ、こういうのなかったっけ？これずっとやってたやつ。日本にもあったっけな、そんな。なんか話題になってたような気がするけど。よし。これで OK か。あともう一つ。よし。あ、あれ？あれ？おかしなことになってる。あれ？抜けてる抜けてる。ちょっと待って、おかしいおかしい。え、もっと戻るかな。あ、素材がなくなっちゃった。え？なんだ今の。え？そうでしょ。素材は？素材がなくなった。どっか浮いてるんちゃうこれ。浮いてないな。あれ浮いてないわ。素材がなくなっちゃったの。バグか。しょうがないなこれ。また行かないと。こうして、あれ、また床、あー落ちた。え、あ落ちた落ちた。また抜けた。うん、近づいたら大丈夫だこれ。オッケーオッケー。近づきながらじゃないとちょっとバグが起きる可能性がある。あ、こっちか。うん、怖いね。落下するからね。落下するから怖いね。よしよし、オッケー。こう。こう。あとこっちだ。あー、素材がない。で、こう。こう。よしよしよし。よし。とりあえずここまでガラス張りオッケーやね。これ作ろうか。うん、四方に。とりあえず、エネルギーだな。エネルギーが37だから。これやっとかんといかんね。とりあえず、二つ分用意したけど、これ。ちょっとこっち側に置いとくか。二つあったらいけるでしょ、さすがに。よしよしよし、オッケー。とりあえずここにね、もう作った。素材、もうめんどくさいから。さすがに。これで、そして、これを、ん？ああ、これでいいんか。あ、いけたいけた。いけたけど、これ、こっち向きでいいかな？ちょっと場所変えるか。消せるかな？よしよしよし、消せた。これ難しいな、どっちにするかって。こう？あ、来た来た来た。当てる当てる。オッケーオッケー。じゃあ、こっちにも。こう。これ、向きが見えないよね。これ逆からね。それを改善かな。こう。よしよし、来た。これで素材がないから取りに行かんと。よし。とりあえず、こっちやってきた。こっちだ。こう。違った。向きが難しいなぁ。こうか。起きた起きた。よし。ラスト。こう。わぁ、来た。よしよし。電気も足りたな。あ、ここ、すごい、いい空間じゃないこれ。
星と星が見えてすごい幻想的めっちゃ幻想的だこんな感じでいいかな。うん、なかなかよくできてるんじゃない。で最終これも解、あ、そっか、中入ってんのか。これも解体してしまって、で、上に、これ。これをここら辺にでも置いとくか。よしよし。うん。で、これ類入れとこうも。余っちゃったの、これ。よし。で、セーブしよう。おお、上こんなんやね。これ登れるかな。あ、登れた。普通に登れた。ここが最上階やね、じゃあ。いいね。いや、幻想的だわ、これ。あ、あった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 。あったわ。これ、どっから見たら、綺麗かな。サムネ映えみたいな。ないかな。どっかないかな。まだあといない。100段くらいいけんちゃうこれ、上。そんな気はしとるね。そんな気はするけど。とりあえず降りる？降りてみようか。おー。かりんとうやな。ドラゴンボールの。ドラゴンボールのかりんとうみたいな。すごいすごい。うわぁ。ちょっとカクつくね、やっぱりね。軽いとはいえ。おう、着いた。どこがサムネ映えするかな。いや、もうこれで十分か。これでも十分やね。いや、すごい。うん。あ、そうそうそう。でね、水没したんだ。あの、初期基地がついに。見に行こうか。ほらほらほら。もう完全水没。初期基地っていうか、あれも水没してるな。一番最初の脱出スポットまで。完全水没だよね、これ。全部機能してないからね、これ。ほら。表示されてない。これもほら。not power って書いてる。ただなぜかクラフトは使えるっていうね。こっち側もやな。こっち側も。一緒やね。これ解体してもいいかなって思うんだけどね。記念に残してるけど。まあ、いずれ買いたいね、これ。っていうことで、今回、プラネットクラフト。途中でアップデート来ましたが、いかがでしたでしょうか。僕は結構楽しかったね。うん。で、まだね、35% しかアップデートされてない。で、あと残りの 65% できるのが非常に楽しみです。で、これからまたアップデートされたら、やります、続きを。なので、今回はここまでということで。それでは、皆さん、ではでは。